そろそろ。あ、でも、さっきまで13位だったんですけど、8位に上がりました。すみません、ありがとうございます。ポンポンで。シンパレアンス。ありがとうございます。アーヤンいた？どこに？もうすぐ、あと15分ぐらい来ますよ。あ、邪魔だったら僕。女の子はね。あ、用意しますよ。本当ですか？邪魔だったら僕。女のリスナー多いんで。あらあら。大阪リスナーが多分待ってたんで。あ、あれ配信者の方じゃなくてリスナーさんですか。リスナーが多分、すごい指パッチンで前に来ます、ね。前に。コメントで言ったんで。そっか、そうなんですね。待ってて。こんにちは。いや、その前結構リスナーさんも映してる感じなんですか。いや、許可取ってね。あ、はい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 。人物。まだ緊張感がちょっとあるんですけど、ツナが来たら、はい、持って帰ってね。ツナっていうやつがいる。わかりますわかります、うん、お持ち帰りですか、うん、決断稼げるからその淡々とした顔でいうところがまたちょっとお金多分ないからね。あ、本当ですか、うん、あ、今日来る予定なんですか、はい、ナイス、養分に押してあげて今日。あ、ね、今日いいや、さっきの誕生日だったんですよ、ね、うん、今日30歳だ。めでたいですね。ありがとう。金貨だけください。金貨さん、金貨、津田さん本当来るんですか。いや、わかんない。あ、来る可能性が。大阪の人なんですか。絶縁中なんで。あ、もう NG みたいな、うん、絶縁中なんで。あ、結構もう NG みたいな人も結構。いや、結構います、ね、あ、本当ですか。ちょっとやってると、はい、世界が狭いんで、はい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 、揉めるんですよ。もう僕結構揉めてばっかりで、本当ですか。思ったこと言っちゃうんだよね。いや、でもそれはいいんじゃないですか、ストレートで。僕も言うよ、逆に言った方がいいかなと、うん、全然いいと思いますけどね。男同士でもそういうのありますか。男同士でも喧嘩みたいな。喧嘩します。前はもう鳩ばっかりで、鳩。はいはいはい。あ、アステの扉ですか。うん、かけてる。いらっしゃい。いらっしゃいです。ハゲラッキョ、なんかね、ハゲラッキョさん、このタイミングで、あらららら、ほら、はい、ツナから連絡来たわ。あら、謝りに来るって。謝りに。ほら、いたでしょ。指なら、じゃあもう見てらっしゃったんですかね。はい、で、火薬さんから連絡来ました。あら、火薬さんって大阪の配信者ね。火薬さんからも連絡が来て、今日来ました。今週から掛け持ちでバイトすることになったので、大阪コラボを誘っていただいてるんですが、できなくなりました。せっかく誘っていただいたのに本当に申し訳ありません。で、俺ね、申し訳ありませんが、勝手に競馬やりに行くのでよろしくお願いしますっていう、うん、っていうあれですね。で、ツナちゃん、ツナちゃんから今すぐに、今近くにいるんだけど、謝りに行っちゃダメですか。道頓堀にいますと。あら、めちゃめちゃ近いですね、うん、これいいよって言ったから、もうどっかにいますかね、もはや、うん、ちょっと謝るの聞いてみよう、それで判断しよう。うん、ちょっとじゃあ目撃者と、うん、で、その反省が伝わったらもう許して、無理ならもう無理よ。無理は無理で、うん、聞いてみるぐらいいいじゃん。はいはい、はい、うん、なんかちょっと散々俺のこと言ってたから、はい、いいならいいけどね。うん、うん、修羅場になりそうな感じですかね。うん、緊張します、ね、緊張する。大丈夫だよ、多分黒レベルを持ってくるから。あ、本当ですか。黒レベル、はい、ギャグルしたら終わりだよ俺ガツンと言うよ。お、何を言おうかな、何を言ったらいいの。みんな手のひら返されたからね。そもそもこれも見てる感じあるしね。あ、これあるでしょ。あ、来ました、指パッチンで。すいません、お邪魔しております。ステッカーいります。いるいる。あ、嵐くん、すみません、嵐と申します。よろしくお願いします。デート行く、嵐くんと。すみません、お邪魔してます。1年半も見てくれてるの。ステッカーあげる。1年半、うん、
レッカーあるからね。そうですか。どれがこのゼロワン組と映しちゃダメ。あ、あのあれです。ゼロワンさんをこれかこれかこれかこのゼロワン。これがいい。あのゼロラジのやつね。本当？写真撮ろう。え、うん。マジで。待って、2枚あげちゃった。あ、ここ辛い。これも1枚ラス1だからね。リスナーさんがいらっしゃる。すみません、ありがとうございます。皆様、チョコありがとうございます。皆様ありがとうございます。ね、一気にランキング上がりました。久しぶりに、久しぶりに女の子に。ありがとう。ええ、おめでとう。すごい。あ、痛いでしょ。いやあ、嵐くんいいの？僕は大丈夫です。大丈夫？タイプじゃなかったか。いやいやいや、そういうわけじゃない。すごい、もう。ほら、完全に。来たでしょ？いや、指パッチンで、うん、来ましたね。あと一人来るから。あ、で、それがツナだったんで。はい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 、はい。うん、いや、すごい。すごいですね。ほんと、パチンで。いや、仕込みじゃない。連絡取ってない。いや、ほんとっすね。なんかすごい、綺麗な方でしたね。マリリちゃん、妖部に押してあげて。うん、すごい。喜ぶから。いやめちゃめちゃスマートな感じで、写真撮って。これ150人、妖部に押してあげてよ、今日だけ。明日からまたナイスやるから。うん、すごい、来ましたね。この時は、ツナさんが来られる。いつもある月曜日とか、火曜日ぐらい。夜、税理士に会うんで。はい、あ、なんか今、あれらしいですね。なんか、配信者に。打ち合わせをちょっとしなくていけなくて、はい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 、なんか税理士が言ってたのが、はい、税務署に弊社が川西さんについての税務を担当する委任状を作成したい。うん、委任状がなんか作らなきゃいけない。結構大変なんですね。なんかみんな入ってますか、今回。今回というか、いや、僕収入がヤバすぎて、はいはいはい、収入がマジで多くて、あ、多分目つけられちゃいます。はいはい。なんか領収書とかも貯めてたりとか。去年ぐらいから一気に収入増えちゃって、あ、それで目つけられて、またね、お子さんどうしたの？マウントじゃなくて理由を説明してるんだよ。うん。なんかでもマウントじゃないけど、結構最近なんか配信とかでも、そうですね、税務署がどうのこうのみたいな、ちょこちょことね。左誰、あの相乗り出てた、 あのよろしくお願いします。姉ちゃんまたねで、どうしたの姉ちゃん。はい、でまたねとかしてどこ行くんだろうな。あ、ポンポンありがとうございます。すいません、ありがとうございます。バイバイ。あ、わー、なんかすごいの来ましたよ。何個飛んでるの？あ、10ですね。あ、なんで泣いてるの？どうしたの？なんで泣いてるの？どうしたの？どうしたん？構わないから？拗ねちゃった？拗ねちゃいましたね。乗ってみた、あれ。お金の無駄。面白そうっすよね、確かに。お金の無駄。1000円でしたよ。お金の確かに。いやいや、すごい、止まらないですね、本当に。流れがすごいっす。もう綱さん、もう道頓堀にいるってことは、もう電話してみるか、もう来るならちゃんとして。いや、なんかちょっといいの、この場にいていいの。あ、うん、寂しいと10個投げて。どうしたの？なんかあったっすかね。これじゃないですか。だったっすかね。どうしたの、寂しい。コメント読まないからか。コメント読まないから、はい、どうしたの。寂しがりてる。あ、津田さん接近中。はい、あ、養分からありがとうございます。養分さん、金貨ください。ナイスあげるんで。
飲み物、逆に僕、はい、なんか買ってきますよ。いいよ、シルバープラスでしょ。シルバープラスですけど、俺プラチナプラスだから奢ってあげるよ。すいません、じゃあなんか買ってきます。逆に、うん、何がですか。ビール、ビール、はい、いただきます。養分からアレアンス。どっちがイケメン、うん、正直言っていいよ、うん、カラシクのイケメン、うん、いい勝負してんな。いい勝負してる。いい勝負してる。あ、ちょっと負けてるか、うん、10個あります。いや、やっぱ勝てんか、うん、勝てんかタイプか。養分、うん、春ってまだ春が行くぐらいに行こうかなね。一緒にタイミング合わせて。ありがとうね、君か。プレゼント用意しました。用意して配信つけました。あ、みっちゃんそうなの。身長高いからね。19時か、じゃあ8時ぐらいかな。養分切ったら養分の枠まとめて酒飲んで語りたいな、今日は。養分からやります。泣くかな。泣かないんじゃない。うわっ、うわっ、せいじ知らないけどね、来るの。あ、そうか、大阪今だってさ、配信タイガース。そんなの強制することじゃない、誘うことでもないじゃん。来たけりゃ来ればいいじゃん、うん、来たいやつが来ればいいじゃんね。そうですね。だって、養父の誕生日祝うのに人間関係どうでもいいじゃん。そう思わない、うん、そんなの。なんか、余分なこと気にしてバカじゃないのと思って。あ、ビールさん、ビールです。あ、そうです。目的よ、目的。はい、大阪お疲れ、時間ですか。ケピーです。ケピーです。おー、10個あります。いいの。あ、ピーちゃんね、ピーちゃんね、すごいですよ。すごいですね、すごいね。すごいすごい。いやー、これがプラチナプラスのリスナーさん。確かに、うん、プラチナプラス、シルバープラス。俺言わなくていいんだよ。あ、もう、うん、この貫禄が、うん、俺言わなくても、はい、こう投げてくれるから。プラチナプラスは本当っすね、うん、あ、ステッカー届きましたと、うん、ありがとうございます。本当っすね、はい、すごい、確かにすごいっすね。そういうことなの。はい、もうオートスタイルで自動で、うん、すごい。止まらない。俺は止まらない。あのフワッチって、はい、激しいんだけど、はい、もう、はい、こういう感じ。かっこいい、これぐらいかっこいいっすね、うん、でも文句言わないから、はい、はいはいはい、こんな感じ。あ、ちょうど僕も切れたっす。あ、これ大丈夫です。これでいいね。いや、すごいです。今コラボしてるからアイテムで邪魔したくないと思うから。はい、あ、そういうことですね。分かってくる。これがプラチナプラス。片手で、こんな感じで、うん、ありがとう、うん、プラチナプラス。いやー、やばいです。ちょっと僕はまだシルバープラスなんで、うん、ちょっとこれでちょっと勉強させて。めちゃくちゃ感謝してるんで。いや、本当っすよね。めちゃくちゃ心では感謝してるけど、うん、めちゃくちゃ感謝してるけど、はい、こういう感じの片手ぐらいで、うん、おっと、
来ましたね、来ましたね、続々と。いやー、なんかすごいです、本当に。もう帽子似合う、これくるちゃんからパクったパクったんですか。いや、でも似合います。ありがとうございます、アイテム。嵐くん、ロケット花火来てたって。マジっすか。見逃して、見逃してた、ね。後でちょっとあの見直して、うん、はい、そして止まってしまったんで、もうこちらに集中させていただきます。もう一人呼んであげるよ。よろしくお願いします。お、パチンとなりました。ってことは、また来ますね。30分の間に一人来る。お、30分の間に一人来ますね。ちょっと、はい、今4時、そうですね。4時半、4時40分ぐらいに。いや、ツナ以外に来ます。お、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ツナ遅くない？なんか、どっかタイミングかかってるんですかね。あ、電話かかってきてるわ。電話かかってきたそうですね。これは、近くにいるんですけど、僕がちょっと邪魔かもしれないですね。ツナ、まだ？あ、今見かかってます。あと何分ぐらい？すぐそこなんですけど。あ、そうなんだ。あの、観覧車の近くですか。観覧車近くよ。観覧車近くだよ。あ、うちも観覧車の近くなんで。うん、ちょっと謝罪聞いて判断するって感じでいい？わかりました。うん、とりあえず待ってるわ。もう近くですね、観覧車。あそこですからね。いや、マジか。クールアレアンス、クール。クール。いいですか。いや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 。マジか、マジか。マジですか。リアクションがやばいですね。おっと、いやいや、またクールはもうちょっと反応しちゃう、ね、やっぱ。ちょっとクール来ちゃったら。いや、反応もクールですよ。いやいや。爆投げ来ちゃってる。爆投げですね。いや、すいません。クール投げが20個の。うん。はい。アレアンス。よいしょ。プールが連発しました。もうこれ、うちの本当、はい、先月1位の人。あ、マジですか。すごい、すごい、すごい。ナイスプール、ナイスプール、ね、社長さん、社長様が、うん、ありがとうございます。賢い、賢いね。お世話になっております。多分でももうこれ、迎えてきましょうか。もういや、おっと、いやいやいやアレアンスファンタスティック。いや、ファンタスティック。そうでしょう。来ましたね、ファンタスティック。はい、来ました。なんか、俺行った時に挨拶ある。僕、あの、ザイマースっていう挨拶を。ザイマース。あ、これ、全部さっきのオレンジのやつもまとめて、はい、どうもどうも、来てますので。なんか、あの、言ってます、こういうザイマース、ザイマース、ありがとうございますの、なんか、すいません、変な話なんですけど、やってますけど。隣にはベトナム人じゃないですよ。何、なんか謝罪しに来る。はい。それを聞いてみて、まあ俺もあんまり粘着気質じゃないから、結構謝られたら許しちゃうんだよ。うんうんうん。そうっすよね。俺全然粘着しないから、ね。うん。お金はあげるのやめるわ。それはね、結構ね、面倒見たことあって。はい。いますね、近くにいるって言ってたんで。いや、キリスト来なくていいよ。マウントでしょ。今月マンスリーが僕より上なんですよ。あ、マジっすか。1位なんですよ。あらららら。だからバカにしに来るん、多分。でも先月2位、そうっすよね。はい。だけど、出たと思うんで。スイッチさんが3位とか。そうっすよ、詳しいですね。あの、見てました、最後の争いみたいな。だからもう見た目は10点だから。いや、あとはやる気、はい、うん、もうビンラディンと先ほどからコメントで流れてるぐらい。おかえり、いつは会う。おかえり、デートしてあげる。もう3年頑張ったんで、はい、お、1日あげるよ。 おかえり、デート、デート1日ね。もうね、すごいですね、3年。配信外でもいいよ。お、ちゃんとリスナーさんに行って特別デートする。デートしてあげるもん。すごいっすね。特別だよ、おかえりさん。うん、ポジションを
こっちおいでよ。どうぞ。行く、後ろで。うん。久しぶりじゃん。そこにいたの。そこにいたの。これ、何の謝罪？すごいね、悪口いっぱい言ってたらしい。例えば、なんつってたみんな。いい人キャンペーンとか、あとは私を利用してるとか、そういうのじゃなかったっけ。あ、つまんないも言ってたんだ。つまんないも言ってた。絶縁配信がつまんない、ひどいな。俺ツナの配信つまんないとか言ったことねえわ。何の謝罪？俺はもう利用してるって言われたら利用したくない、そういうつもりじゃなかった。なんか、ツナさんが利用してるっていっぱい言われて。ハトじゃん。ハトが死んじゃって本当は言ってもなかったんだけど、いや結局絡んでくれる人がいなくて戻ってきてるだけだね。誰にも絡んでもらえない。社長が全部デザインしてくれたのからじゃない。うちのアッサンクそれ違うの。結局困ってまた俺にごめんなさいって言って、他に絡んでくれる人ができたらまたいろいろ言ってくるんじゃない。絡みたい本人数でできる。だって俺仲いい人ってお互い鳩だらけでもなんだかんだ仲いいから、ね、信用できないんですよ。これさ、パペタ人が信用できない。これ、やりすぎた方がいいと思うんだよ。で、政治にも許してもらえないわけ現状ね。で、お金あるの？まあ、でも、その世話になったから返してよ、じゃあ、なんかの形で。どうやって返すの？じゃあ、それ自分で考えてよ。俺が素直ネタにして、なんかそれで返したとは思わない。違う形で。違う形、うん、そういう気持ちがあるのよ。アイテム。いや、アイテムとか、その、まあ、それも一つだけど、お金ないんですよ。お金なかったら。はい、ありがとうございます。俺はもうブロックしてるじゃん。見てもないんだよ。だからよく帰ってきてほしい。それまたハトでワー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 来たらとかまた悪口言うんだよ。だって俺ブロックしてからツナちゃんのハトも来なくなったからね、ほとんど。で今でも来るよ。ツナかっこ01つまんない女芸しかできない、今でも来るよね、みんな。いや、アンチがいつも来るんだよ、これコメント、ね、コメントでね。絡んでる時マジでツナが何かあると全部ハト来るからね。嫌われすぎて。それなんで嫌われるの？なんでそんな嫌われるの？なんでだと思う？それ原因をちょっと自分で調べないと。性格？いや、すぐカーッとなっちゃうでしょ、多分。カッとなって、いつかも家に泊めて、お金も、え？あ、アイちゃんにお金借りてんの？あ、5000円借りてます。これいつ返すの？今お金ないから、返せよ。いつかも泊めてもらったの？はい、アイちゃんに。出てきた瞬間すぐ問題出てくる出てきた瞬間ね。俺はこういう風にお前をね責め立てる配信なんか絡んでる時一切しなかった。それはお前自分で分かると思うけど、手のひら返されたから今は守らないくなっちゃう。分かる？なんか俺のこと勘違いしてる。今守る義理がないから。
ツナと絡んでる時俺守ってあげてなかった、みんなずっとずっと守ってた気がするよ俺、うん、今は守らないっていうのをまず分かってないツナは。あゆちゃんは5000円もう俺助けないし、で今後何どうするのじゃあ、何が何を謝ってるの。あ、鳩で悪口言っちゃったこと。鳩が飛んでて、ベロワさんが入って2回出てきて言ってるって、妻がいるから2回出ていけないって言われて、うん、それで出ていかなきゃと思って、本当は行くところなかったんだけど、うん、あの僕行くんで、うん、それ通常枠でもそうやって言われたの、タヌキの時に。あ、まあ、ツナちゃんこうなるからいつも通常枠してるんだな、多分聞いちゃうからね。それで本当は行くとこなくて、だんだんところに殴られても帰らないといけないと思って行ったんだけど、だんだんベロマのとこ行ったから許さないって言って、旦那にも見捨てられたと。で今は何寝カフェ生活なの。昨日とか野宿してたの。野宿してたの。今残金いくら。ゼロ。残金ゼロ。これビール持ってんの。で見してごらん。いやこれは見してごらん。ビール。ペイペイです。ペイペイ。ペイペイはリスナーさんにってこと。そうペイペイ残金いくらの。2000円なんだ。寝カフェ泊まるぐらいな。携帯代はどうしてるの。そのうち止まるってこと。そう、配信もできなくなるってこと。もう完全に酒が先優先しちゃってる。あ、酒代も半端ないですよ。むしろそういう状況だったらもう酒飲まないとおかしくなっちゃうんですよ。お酒もやめれない。やめれないな。もうあれ。セイさんに振られたから。セイさんに振られた？裏で電話かけて。裏で電話？配信外で？配信外で。配信中だったらなんか一回電話で、なんか自分に泣いて、ちょっと考えるみたいな話だったのに、なんか裏で電話かけて、言われたんです。なんて言われた？え？気持ち悪い。うん？気持ち悪いから。配信会モラハラ受けてるの？政治に配信。笑いました今。政治に配信が。今笑いました。今笑っちゃった。笑っちゃいました。モラハラ受けてるんですよね。その相談ってこと？どういうこと？あ、逆ギレしそう？え、何？配信外政治に気持ち悪いとか言われてるってこと？だから、その、無駄にするなみたいなこと、うん、配信で言ってる以上、お前は無駄だから、うん、なんか俺の名前出すの気持ち悪い、うん、やめてあげたら酒もやめてねえし、うん、その通りなんじゃない？嫌なんじゃない？政治に会いたいとかそういうタイトルでやられるのがもう気持ち悪いんじゃない。政治はだから、うん、いやそれもやめてあげよう。嫌がることまずやめよう。こっちは散々ネタにされてきたの。うん、こっちは散々ネタにされてきたの、うん、でも自分がネタにすることによって相手に嫌われるんだったら、そらちゃんはネタにされても嫌いじゃないんですか、うん、でも政治は嫌だって言うんだったら、仲良くしたいんだったら言われたことを守った方がいいね。多分ね。うん。政治とツナは違うじゃん。うち悪口言ってるわけでも何でもないんだけど。例えばそれでさ、配信つけて映ってたら。いや、配信分かってる。タイトルにするだけでいっぱいハト行くでしょ。それだけで迷惑なんだ。いいこと言ってたとしても、ハトでまたネタにされてるぞっていうハトがいっぱい飛んでくるのが迷惑だから、多分それで不信感積もってるんじゃない。多分、ツナちゃん分かるでしょ、配信やってたら。リスナーさんコントロールできないから。
リスナーが嘘をつくのも鳩を飛ばすのもコントロールできないじゃん。それを踏まえないとね、つなちゃん、人が嫌がることやめよう。たかしに会いに行かないのもそうだし、タイトルにするのもね。で、政治は別にツナと絡まなくても別に多分大丈夫なんですけど、ツナちゃんは絡みたいかもしれない。で、俺も別にツナちゃんと絡まなくても平気なんだ。ちょっと厳しいこと言うようだけど、でも謝ってくれたからね、ブロック解除ぐらいはしてもいいけど、来てくれたしね、でもお金はあげかないし、お金借りに来たわけじゃない、借りに来たわけじゃない、そういうことに対して、しかもお金借りに来たってみんなが思うからやめてほしいんだよ。いやお金、そういう感じでヘイト向けてくるのやめてほしいんだよ。だからヘイト向けてなくてちゃんと言ってるの、はっきり。お金は違う、お金を借りに来たってみんな思うじゃん、それを言ったら。いやいや、お金はもう貸せないしってはっきり言ってるだけ。ブロック解除する上でね、そういうつもりがなかったとしても、もうちょっと色変えますよね。色ちょっとあえて変えて目立つような感じで配信をちょっとやってますよ。たぶんまああそこまでやるじゃあブロック解除しない、ちょっと派手めのカラーに。じゃあ俺ブロック解除しなくても、そうすればちょっと何かな、こんな終わり方っすか、ね、うん、我慢の限界を迎えて。俺そんな間違ったこと言ってないけどね。いやいや、何があれだったんですか、分かんなかったですけど、別になんか、ちゃんと話したつもりだよ、俺なりに一生懸命。失礼します、俺おかしかったかな。いや、いじめた、全然聞いてましたけど、いじめたかな、俺何があれだったのかも全然ちょっと。え、なんすかね、帰り方がよく分かんなかったですけど。もう甘やかさないんでね、つなちゃん。多分誠司に裏で気持ち悪いって言われたことに同情してほしかったんだ。あ、でも俺はどっちかっていうと誠司の気持ちが分かる。俺もね、ツナ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 ハト飛んできた時本当に欲しかったから。俺は誠司の気持ち分かるし、誠司の言い分分かるよ、申し訳ないけど。いやファンタスティックありがとうございます。あー、社長ありがとうございます。社長すみません、ありがとうございます。あの社長こそパレパレよろしくお願いします。なんかでも目にこの涙すごい溜まってんのが分かって、うん、泣いてたね、ちょっと本人は多分切ないと思うんですけど、ちょっと違うなっていうか言い分はちょっと分からなかったですけどね。でもちょっと危ないね、なんか悪い方向に行きそうな。悪い方向っていうか残金2000円でしょ、でビールやめれないでしょ多分誰かしらが知らないところで助けてるんで。あ、でもその支援がなくなった時にで髪の毛もすごい脂っこかったからマジで野宿してるんで。 あれですね、じゃあもうちょっとペーペー入れてあげても悪い方にお金使うから、そのあんまりいい方向に行かなそうな感じですよね。お金が3ビール1本300円を5本ぐらい飲むから、はい、でそれだけ1500円のご飯食べて2000円かかるはずない、ちょっと改めないと、で携帯止まったら配信できなくなるから。配信者でもなんかめちゃめちゃ閲覧もあるわけですもんね。閲覧はあるんだけど、はい、もうアンチが監視してるような枠だね。あ、応援されるっていうよりはちょっとって感じなんですかね。でも俺厳しくしてよかったよ。だって俺と絡みたいわけじゃない、最後言ったよ、捨ててるって、結局ね、はい、
じゃあなんでブロック解除してほしいのかがわからん。そうじゃない、絡みたいからブロック解除してほしいの。ちょっと助けてほしかったようなとこもあったかもしないんですけどね。女の子だから基本的にはやっぱ同情するし、優しくしてあげたいじゃん。でもツナちゃんに関してはちょっとね、申し訳ないです。これで良かったんじゃないですかね。でもおかしいね、ブロックしてるのになんで見れるんだろう。別のアカウントとかですかね、かなんか情報が全部なんかで調べてるとかなんですかね。なんかの去り方がちょっとなんかあれでしたね。ここで帰っちゃう。嵐枠にコメントしてたんで、嵐くんで知ったかもね。あ、本当ですか。あ、もしかしたらですかね。で一応チャンスなんだけどね、嵐くんは。ツナといれば閲覧取れるから、ね。ツナといればね。確かに閲覧はもうやっぱ1年ちょいやっぱ苦労して、一人じゃもう絶対取れないなっていうのはありますけど。ツナをネタにすれば、はい、閲覧は取れる。いやでもなんか本当一人の女性の人生と向き合って。でも俺はちょっとじゃないとネタにしたら利用されてるとか言い出すから、はい、俺はもうちょっと面倒くさい。いやなんか調子乗ってんじゃねえぞつなよ。あれなんす。いや何を持って席を立って歩いてったのかなと思って。しかも、前の俺じゃないと分かったんです。ああ。行ってよかったと思いますけどね。前は娘みたいに優しくしてたから。ねえ、みんな。優しくしてあげたよね。本人にあとは響いてればいいですよね。金も払ってやったし、ね。響いてれば。そしたら変わるかなっていう。でビールも止めなかったね、好きなだけ飲みな。今もまた買ってる可能性ありますもんね。残りのペイペイ残高で。ただ札幌黒ラベルから、はい、朝日スーパードライに変わってたね。ちょっと値段安いもんね。あれですかね。辛口に変わってる。ビールの味が辛口に刺激が。配信者って結局分かってもらうのって自分の配信で来てくれるリスナーに分かってもらうしかないんだよ、はい、誰かに会いに来て誰かの枠で分かってもらおうって無理があるから、そうっすね。100は絶対伝わんないですよね。結局自分で配信するしかないんだよ、もう死ぬ気でね、はい、何時間でも、もうまずそこから逃げてるでしょ、はい、だからもう配信者向いてないつまっちゃう。申し訳ないけど、ちょっとまだ女子寄りが強いんですよね。ちょっと私はみたいに言われるんですけどね。もう配信者としてはちょっと無理だと思う。生活できない。どんだけ揉めて自分が火があったとしてもね、自分で配信して唯一分かってくれるリスナーとやっていくもんだから、でも今逆に変わるチャンスだったわけですよね、この瞬間が。あんまわーわー言われるともうムカついちゃって拒絶しちゃうみたいな。でツナは俺に逆切れする前に帰ってったんで、はい、あもう、うん、あれ昔のツナだったら消えて、わーって言ってくる。じゃあちょっとは大人になりましたみたいな感じなんですかね。ちょっとはいやなんかでもそうっすね。でももぐらにしてるっていうのはコメントは欲しいんだよ。でもタヌキだと荒れるから、普通の優しいコメントがたくさん欲しいんだよ。そういう人はやっぱもぐらにするんだよ。はいはいはい。なんか、でも俺は一回ね、キツネでもタヌキでも1週間叩かれなって言ったの、言いたいこと言ってね、はいはい、それがやっぱできなかったから耐えられなかったみたいな、まさに。いやなんかでも変わるチャンスだなと思ったら
そうっすね、もったいなかったなと思うんですけど、これも今見てるんじゃないですか。いや、別のアカウントかなんか見てる可能性もあるけど、多分、はい、悪口よね、俺の。いや、めちゃめちゃ正論でしたけどね。悪口を多分、はい、言いますか。言うと配信つけたり、あ、まあ、それで自分の味方いたら共感してくれて、やっぱ自分間違ってないよねみたいな感じを保ちたいって感じですかね。なんとも言えない感じです。あ、ツアーのためにね、10個あります。まあ、多分分かってないからね。今はさっきあゆちゃんが5000円貸したり5日間止めたっつって、まだ助けてもらってるから、はい、本当に本当の一人になった時に気づくんじゃない。ああ、今はまだ助けてくれてる人いるから、うん、あ、自分間違ってないなみたいな思って、本当に一人になった時にあれみたいな。でもね、もうつなちゃんにね、さっきあゆちゃんも5000円返ってこないって言ったけど、あのつなちゃんに貸すのはもう帰ってこない気で貸さなきゃダメよ、みんな、うん、期待して貸しちゃダメよ、うん、もうこのペースじゃ当分帰ってこないよ、はっきり言って。いやー、どこ行っちゃったんですかね。え、もう定住してないんですか。ホームレスしてるって言ったら、本当ですかね。みんな気をつけてね。うん、帰ってこないです。いやお、なんかすごいのが、まゆちゃんの入荷も阻止できてよかった、お金いらないって。まゆ入荷しようとしてるの。どんだけネタ切れなの。あの子も。つなちゃんも言うなら一発屋だからね、もう旬すぎてるし。ちなみにあのツナをね、世に送り出したのは火薬さんです。はい、火薬さんが世に送り出しました。うん、火薬さんがね、ケツ拭くべきだよ、はっきり言ってね。うん、初めにネタにしたのツナちゃん、あの火薬だからね。俺もね、もともとね、なんか付き合いたいとか言われてない。あ、そうなんですね。火薬とコラボする前に、はい、で逆切れされてたんで、前から。はいはいはい、 LINE がね、はい、そういう子なんで、そうなんですね、そういう背景があってのが低いから、はい、すぐもう切れちゃう。あ、怒って、うん、そういう感じなんですね。お金が目的だったらね、配信すべきだよ。配信。ツナさん、とにかく配信しなきゃ。配信しなきゃですか。すごい。なんかすごい人います。演奏する人だ。演奏する人。声は可愛いですね。演奏する。今日は演奏してないの？今日ははい。演奏、ま、今から演奏する？今からはしない。しない？また行くよ。うん、すごい絵です、ね、いつもね、演奏してますよね。これはフワッチです。フワッチです。あ、してるんですね。あのフワッチの誰かさん、聖司さん、聖司さんがよく絡んでくるから。絡んでくるんだ。へぇ、マジですか。そうなんですよ。またじゃあね、あの配信やらせてください。はい、はい、またギャラ入れます。ギャラ入れます。やらしいギャラ入れます。ありがとうございます。頑張ってください。皆さんも頑張ってください。はい、はい、どうも。お疲れ様でした。おお。あ、なんか音が、小ネタが。すごいですね。さっき違う狼さん撮ってましたけどね。違う狼さん。はい。いやー、はい、確かになんか、日本の方ですかね。韓国の方なのか。かわいい。ちょっと徘徊しようかな、嵐くん。はい。こんな感じでいいですか。はい、すいません。ありがとうございます。頑張ってください。はい、すいません。お邪魔しました。みんなちょっとブラブラしようかな。ありがとうございました。すいません。あの、
嵐くんポンポンやってるんでポンポン投げてあげてね。なんかありましたら、うん、よろしくお願いします。またお邪魔しました。またなんか、うん、はい、ありましたらよろしくお願いします。ちょっとブラブラするわ。はい、すいません、お邪魔しました、うん、お疲れ様でした。嵐さん、またね。またね。お疲れ様でした。ありがとうございます、うん、じゃあね、お邪魔します。うん、言ってブラブラしないんだけどね。俺はそういう男なんでね、俺はブラブラしないけど。なんか飯食